はい、皆さんこんにちは。川平紀則のエジプトチャンネルのアヌビスです。ちょっと私こういうの初めてなんですけども、今日はですね、角川武蔵野ミュージアムさんというところに来ています。こちら川平さんのチャンネルの方でもですね、ご紹介あると思うんですけれども、今ですね、エジプト展ツタンカーメンの青春というですね、展示会がやっておりましてですね、ちょっと今日こちらご案内したいと思います。で、ちょうどですね、こちらのデジタル映像を使った新しい展示会ということなんですけれども、ちょっと今日ですね、その映像ですとかアートディレクションされたですね、ワールドスキャンプロジェクトの CTO の市川さんに今からお話を聞きながらちょっと回ってみたいと思います。では行ってみましょう。市川さん、おなじみ市川さんです。お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。ワールドスキャンの CTO の市川です。はい、よろしくお願いします。お願いします。市川さん、早速なんですけど、はい、今から中をご紹介いただくんですけども、はいはいはい、まずワールドスキャンプロジェクトさんと市川さんがこの展示会にどんな感じで関わっておられるか教えていただけますか。はい、まあそうですね、今回我々はまあもともと我々ってデジタルアーカイブ、うん、まあ世界中の遺跡だったりだとか遺物、まあもしくは場所を、うん、まあ保存して未来に継承していくっていう活動を、うん、していましたけれども、まあそういった中でまあね、一緒にエジプト行ってですね、うん、そうなんですよ、はい、まあ、膨大な量のスキャンデータをですね、うん、今回一部を出させていただいて、うん、であとはですね、去年の10月にですね、うん、我々ツタンカーメンの、うん、黄金のマスクをはじめとする、うん、12点のですね、うん、遺物の、詳細なスキャンデータの、うん、取得に、エジプト場で向かって、うん、データを取っています。でそのデータをですね、今回初めて、今回ご縁があってですね、うん、ここの角川ミュージアムで、うん、展示をさせていただくことになったので、うん、まあ、そのデジタルアーカイブのデータを使った、うん、まあ、ある一種のアートの展示の、うん、まあ、プロジェクションマッピングですね、うん、まあ、私がちょっと監修させていただいて、うん、それを実際に、うん、展示をすると、うん、はい、なるほど、いったものになります。わかりました、はい、じゃあちょっと見ていきたいと思います。はい、見てください。すごいです。これもこういったキービジュアルですね、うん、これも作っています、僕の方で。あ、はい、そうなんです。書いてありますね、はい、あれも全部ライティングとかすごいこだわって、はいはい、角度とかも作っているので、はい、これ実際に博物館で撮られたやつですよね。そうです。実際我々が撮影をした、まあ、詳細なデータですね、うん、よく見るとやっぱりここの頬の部分ですね、うん、傷見えるの分かります、うん、ああいった部分がもうかなり細かく出るぐらいまでやってるんですよね、はい、うん、で下の装飾とかもすごい綺麗に見えているので、はいはいはい、まあ、そういった部分見ていただければな、はい、映画のポスターみたいです、うん、ね、映画大好きな、はい、それをちょっと目指してこんな感じに、はい、アルマゲドンみたいな、はい、そうそうそう降りてきましてですね、皆さん実際来られると分かるんですけど もういきなりこう大きい、これはプロジェクションマッピングですか。はい、これがですね、プロジェクションマッピングで、まあ、実際にこう今ちょっと違う場所が映ってるんですけども、うん、ここはホワイトという、はい、場所になります、はい、でまず、まあ、皆さんがですね、うん、ここに降りてきて、うん、最初に見るのが、まあ、ちょっとこれ今映ってる映像は違うんですけども、うん、ギザの、三大ピラミッドのですね、うん、映像になります、うん、で、これ映像として捉えるんじゃなくて、うん、まずエジプトに来たぞという感情を、うん、まあ、その観客の方に、感じ取ってほしいなと、はい、で、まあ、ここに実際にエジプトに来たぞと思って、後ろを見ていただくとツタンカーメンの入り口がある、はい、そういった、まあ、感情になるように、私の方で映像を調整しています、はい、分かりました。ちょっと降りてみましょうか。ちょっと金網あるので見れないかもしれないんですけども、まあ、実際にちょっと下降りてみましょう、はい、降りましょう。あ、これはもう朝、うん、まあ、エジプトの朝から、はい、まあ、日が落ちて沈むまでを、イメージして作成しています、はい、まず太陽が昇りますね。これ壁さん逆分けとって言ってるんですけども、はい、ストーリーがあるんですね。ストーリーあります、はい、全部ストーリーを考えて作っているので、はい、太陽が昇ってまた新しい一日が始まる、はい、これ今映し出されているのは全部スキャンしたデータをもとに作成した映像になります。これよく見たら写真じゃなくて立体ですね。そうです、立体です、
あすごい。あじゃあこれあの立体で作られた 3D のやつを、はいはい、どっちかというと贅沢に使ってるみたいな感じですよ、ね、めちゃくちゃもうこの大画面で、はい、贅沢に使ってます、ね、あの実際あのピラミッド VR であの、まあ、YouTube で見れることは可能なんですけども、うん、こんなに大きいスクリーンで見ることはまずないので、うんはい、そういった意味でも、まあ、あのエジプトに行った気分になるんじゃないかなと、うんうん、ちなみになんですけど、はいはい、ここで使われてるこれ元々画像からつながれて 3D になってるわけじゃないですか。何枚分の画像があるんですか。クフ王のピラミッドだけで、うん、内部も含めてですね、僕7万枚ぐらいやった記憶があるんです。7万枚です、ね、7万枚のちょっといいんじゃない以上すごい7万枚です、ね、の7万回シャッターを押したってことですもんね。そうです、ね、あこれ最近話題のとこですね。そうですね、この奥に空間があったみたいな話を川さんされてました、うん、そうですよね、はいまあ、詳しくは川さんの方から聞いていただければと思いますそうですね、こういう考古学的なとか歴史的なものの内容については河合幸則の古代エジプトチャンネルの方でご紹介できるかと思いますので、またそちらの方をご覧ください。入っていきましょう。はい、どうですか。これはすごいですけど、すごいっすね、見せれないですけどね、なかなかお見せできないかもしれないです。来ていただいた方がいいですね。これはね、うん、これはちょっと来て見ていただいてみたいな感じですけど、これ最初見た時に僕もえって思いました。あ、言葉出なかった。ご自身でも。はい、ああ、これな河合さんからも多分詳しい紹介あると思うんですけど、はいはい、まあ、ちょっと一部分をちらっと見せると、これあの、はい、本当のツタンカーメンのお墓の再現ですもんね、はい、でこの絵とかちょっと成功なんですけども、はい、こことワールドスキャンプロジェクトさんとの関わりについてちょっとお聞きしてみます、はい、実際にツタンカーメンの王墓に行ってですね、まあ、3D スキャンを我々しています。で、まあ、そういったデータを使って、まあ、ここの壁の、まあ、一部をですね、あのプリントアウトして、まあ、貼ってですね、でそこからあの貼るだけだと本当にあのもう印刷感が出るので、まあ、美術監督の方がですね、あのそれを上から塗って、はい、かなりもう本当に本物近い、もう実際行かれたんで分かると思うんですけれども、はい、いやもう本物っぽいですね。本物っぽいです。カビ本当に、はい、もうカビすごかったじゃないですか、はいはいはい、それがなんか細かく出てるんですよ、はい、でただその、まあ、データを元にやっているので、うん、かなり正確なものになっていると、うん、はい、言えるでしょう、はい、行かれた方は分かると思うんですけど、そうそうそう、ほぼはい、もうこんな感じですね。あでこれをやっぱあれなんで、行かれた方が入れない場所に我々立つことができるので、はい、ここ立てないです。立てないですね。ここ立つことができる。立てないですね、はい、で行かれた方、まあ、うん、現地に行ってもですね、うん、まあそこにある壁の一部は見れないので、うん、はい、こうなんか無理やり出したらちらっと見えることができる、はい、基本的にそこの壁見れなかったりするんで、はいはいはい、ここに来ないと見れない一面も、間違いそうですね、はい、可能になると。そうです、現地では視覚になってて見れないところもデータにおける復元でこのできてます。このくぼみとかも本当に再現してますね。これは再現してますね。すごいですよね、これ、うん、これ何の変哲もない、これ非常口の戸とかじゃないですよ、これ実際に実際にあるくぼみですこれ、ね、ってので大空間、あこれがメインの空間です、ね、はいはいはい、見えてきましたね、すごい映像が、はい、あれプロジェクションマッピング、その周りにいろんな展示があると、あ、はい、あれエントランス、ホワイエにあったやつのスケールの大きいバージョンみたいな感じですね。そうです、これがメインの空間で、ここはもう有料エリアなので、はい、ここはあの実際見ていただいて体感していただくことになるんですけど、はい、あすごい、はい、でこれはあのですね、ストーリーだけ私の方で監修しています。はい、これはあの私ちょっとさっき見ていただいて分かったんですけど、はい、ストーリーですね、ストーリーありましたね、はいはい、ちゃんとエジプトの旧中心に出てきて、あ、はい、ヌンから始まり、はい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 、で、最後亡くなってみたいな、そうそうそう、ツタンカーメン亡くなってて、そうですね、これあの床面もちゃんと投影してるんですよね、壁だけじゃん。あ、本当だ。で、まあ、ちょうど今出てるので、はい、まあ、カルナック神殿の上から、はい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 。
ここ立つとなんかあの北感半端なくないですか。あ、そうですね、はい、ここ立つとすごいですよ。あ、なんかよくも壁になってて、はい、世界が分かる。おーって感じ、ね、これはリアルですね、はい、あ、出ましたね、はい、これは貴重ですもんね、はい、なかなかこう、はい、今映ってるのが、ネフェルッタリって方のお墓なんですけど、ここはあのエジプトで最も入るのにお金が高いところって高いところです、ね、今もっとなんか高くなってるみたいですね。そうなんです。10分か15分、10分でしたっけ、うん、10分1万みたいな、100ドルもっと高くなってるみたいな、というのがリアルにここで見れちゃうってことですね。そう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 、それはすごい。でここもあの映像作ってます。あ、はい、はい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 、あ、綺麗ですよね、ヒエログリフは。これ綺麗ですね、すごいやっぱ綺麗ですね、これ、うん、わ、綺麗。現地行かなくても実は体験できますっていう感じなんですけどやっぱまあ現地行かないとね、分かんないこと本当に多いんで、色こうやって頑張って出してますけれども、現地行く方が100億倍綺麗。そうですね、いやでもすごい立体なのがやっぱすごいですね、よくす重なりがあって、はい、はい、うん、綺麗ですよね、めちゃくちゃ綺麗ですね。マスクですね。そうです、そうです。もうこれ細かくいろんな角度から実際に撮ったってことですよね。そうです。それを、僕の方でライティングしてかなり細かく詰めてやってます。これ見てる方エジプト好きが多いので皆さんすごく羨ましいと思いますけど、これエジプト考古博物館をワールドスキャンプロジェクトさんが貸し切って特別にデータを取るためにチームと石川さんで撮影されたそうです。1週間かけてこれを全部細かく。夜ですか。夜です。お化けとか出なかったですか。あ、もう楽しかったですいやもうそれだけでもね、ホラー大好きですね、ちょっとどこまでね、お見せできるか分かんないんですけど、はい、まあ、ちょっと一瞬だけチラッと見せると、まあ、はい、やっぱ細かいんですよ本当に、造形が細かくて、うん、はい、でやっぱ僕はあのアーティストっていう面もあるんですけど、あの本当にエジプト の, その造形、その古代のアートっていうのがすごいなっていう、はい、これ見ながらちょっとあの作業してるとなんかもう負けてられないなみたいな、うん、美しいですよね。美しいですね。これがもうブワーッともうまんべんなく映像で展開しているので、はい、ちょっといろんな人に見ていただければな、うん、今ちょっと天井ね一通り見てきたんですけども、ここ出口ですね、はい、すごかったです、ありがとうございます、はい、僕もあの最初見た時感動しました。作られたご自身も感動された。感動しました。すごいです。やっぱあのプロジェクションマッピング実際に自分で大きい画面で見ないと分かんないんですねそうですね。で、うん、最後こちらのご紹介いただけますか、はい、我々ですね、まあ、今回プロジェクションマッピング、まあ、それこそこのツタンカーメンのマスクを、スキャンしてですねプロジェクションマッピングとして展開、させていただいたんですけれども、別のものとして、門川さんと、コラボしてですね、今展開しています。で、まあ、株式会社ワイルドスキャンプロジェクトと株式会社ゼクサバスというあのメタバース専門のですね、まあ、会社になるんですけれども、我々あの今ブロックチェーンだとか NFT あとはメタバースというものを、いろいろ進めています。で、それをですねツタンカーメンの青春特別連動企画っていうので、ここでまずあの体験できるものをちょっと展開させているんですけれども、基本的にはですね2つ、今あります。でまずは1つが NFT カードっていうのですね。最近話題になっている NFT っていうものを、ここに来た、来場者が特別に受け取ることが可能になります。はい、まあ、基本的にあのまあ、全部ですね13点あるんですけども、まあ、ちょっとあの期間限定であの出したりだとか出し入りしたりだとかするので、まあ、あのいつこれがもらえるっていうのはちょっと決めていないんですけれども、まあ、実際こういったカードが、ここに来て NFT っていうものがもらえると、はい、うーん、まあ、あとはそうですね NFT こっちもちょっと書いてあるんですけども、あ、 NFT とこれメタ説明もあるんですね。そうです、そうです。あ、これちょっと見ていただいてもういただければもう理解されできるかなと思うんですけど、これがあのワールドスキャンプロジェクトさんとゼクサバースさんの世界ですよね。そうです、作ろうとされている。でやっぱり我々ってその本物をスキャンして、うん、まあ、今回プロジェクションマッピングで展開、しましたね。それを誰もが体験できるものってやっぱオンラインの世界とかだと思うんですよ、うん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 、それを体験できるのがやっぱメタバース、うん、実際にツタンカーメンの王墓にこのアバターがアクセスできる本当だ、はい、
ご自分の分身をこの中に入る、そうですそうです、ことができるってことですよね。これあのちょっと変わった、まあ、アバターで自分写真撮るんですよ、うん、こうやってパシャってやったら、はい、デフォルメ化されて自分自身が入れるみたいな。そんなんあるんですね。そういう技術をちょっと使ってました。ああ面白い、かわいいですね。かわいいです、かわいいです、はい、でもあとはその NFT ですよね、うん、非代替性トークン、うん、はい、まあ簡単に言うと、まあ、その偽造ができないんですね、うん、そのデータというのをコピーできるようになってますけれども、うん、その一個一個にブロックチェーンというので、うん、まあ紐付けがされて一つ一つに証明がつくみたいな、はい、そういった技術になります。で今回そういった NFT を、実際に会場に来ていただいて、このダイバーウォレットっていうのをですね、まあ、あのアプリをインストールしていただくと、うん、まあ、会場にあるですね、こういった QR コードがあるんですけど、うん、これスキャンすることによって、うん、NFT がもらえると、はい、うん、分かりました。ということは皆さんの来ていただいたときにまずこの現地でも落とせるんですけども、事前にこうダイバー、そうですね、ダイバーウォレットっていうのですね、というアプリを、はい、ぜひ入れていただいてこの展示会に来られるとちょっとまあプラスアルファの楽しみ方が、はい、メタバースとかもできるで、できるみたいです。であとですね、はい、T シャツが買えるんです。どういうメタバース内で T シャツが買えるんです。あ、このキャラクターに着せれるとかですか？いや違います、実際に今ちょっと、はい、あのミュージアムのスタッフが着てる T シャツがあるんですけど、はい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 、めちゃくちゃかっこいい本物スキャンデータを使った T シャツがあるんですよ。はい、はい、これもあの実際そうですね、ギザのピラミッドをあのスキャンしたデータを使ったデータ、これ売ってないですよ、これ売ってないですよ、これ我々 の, あのプロジェクト T シャツですね、プロジェクト T シャツ、はい、これ売ってないんですけど、今回ツタンカーメン店とちょっと連動した T シャツを作っててですね、あのなんかスタッフが来てるんですよここに、はい、でお店で買えると思うじゃないですか、はい、ミュージアムショップで買えると思うじゃないですか、はいはい、買えないんです、あメタバース内でしか買えないです。なるほどね、はい、あここでしか買えないんですね。そうです、あじゃあめちゃくちゃかっこいい T シャツがあるんです。オンラインショッピング的なものもこの中でできてしまうと。たくさんありました。じゃあ我々もですね買ってみますので体験したいと思います。わかりました。じゃあ、はい、いろいろご紹介ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ちょっとまた皆さんもぜひ来てですね、まあ、単価面もちろんすごいんですけども、随所にですねワールドスキャンプロジェクトさんのこのテクノロジーですとか技術とかがたくさん入ってますので、そういうのに興味がある方もすごく楽しんでいただけるんじゃないかと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。